春を一足早く伝えようと、太宰府天満宮の梅の神前施設が東京に向けて出発しました。鮮やかなピンクの梅は世界の図という品種、一重で大輪の花を咲かせ花弁の多さが特徴です。白い梅は思いのまま、白、赤、2色が混ざった絞りと咲き分けます。福岡空港国内線ターミナルで行われた梅鉢の手渡し式は今年で42回目です。春の訪れを福岡から届けようと、梅が見ごろを迎えている太宰府天満宮の巫女らが3つの梅鉢を全日空の客室乗務員らに手渡しました。梅の花をご覧になった皆様が温かい気持ちになっていただきますようにとお祈りしながらご奉仕させていただきました。梅鉢は東京羽田行きの飛行機で総理官邸などに届けられます。